アルバロ・ネグレド・サンチェスは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。カディス CF 所属。ポジションはフォワード。カンテラ時代マドリードに生まれ、地元のラージョ・バジェカーノの下部組織で育った。2005年初頭、セグンダ・ディビション B に属していたトップチームからプロデビューした。2005年夏には、レアル・マドリード・カスティージャに移籍し、2年間カスティージャで過ごした。 2006から07シーズンは、セグンダディビシオンで36得点を挙げ、セグンダディビシオン B 降格を防いだ。トップチームのファビオ・カペロ監督に注目され、コパデルレイの数試合に召集されたが、どの試合もベンチで試合終了の笛を聞いた。最終的にアトレティコ・マドリードとの親善試合で、トップチーム初出場を果たしたものの、結局公式戦に出場することはなかった。 u d アルメリア2007年7月、プリメーラディビシオンに昇格したばかりの u d アルメリアに移籍した。契約の際には買い戻しオプションが付けられた。8月26日、デポルティーボラ・コリューニャ戦でデビューし、2008年2月2日のレアル・マドリード戦ではペナルティキックでフルス相手に得点した。4月19日のセビージャ FC 戦ではペナルティキックをミスしたが、 二得点を決めて解消した。2007から08シーズンは、リーグ戦で13点を決めて、チーム内得点王になり、リーグ戦8位に貢献した。2008年9月28日のレクレア・ティー・ボエルは、戦では95分に決勝点を決めるなど、2008から09シーズンは、シーズン序盤の6試合で5得点を決めた。2009年2月のバレンシア・ CEF 戦で二得点を、 決めて2008から09シーズンのリーグ戦での得点数を2桁に乗せ最終的には19得点で得点ランキング上位に食い込んだ。UDR メリアでは2シーズンでリーグ戦70試合に出場して32得点を上げた。セビージャ FC2009 年夏、レアルマドリードは500万ユーロとされる遺跡金を支払って買い戻しオプションを行使し7月10日にフルス。 レアルマドリードの練習に初参加した。7月下旬にはピースカップに出場し、グループリーグのルド10キ都戦で得点した。ハルシティ AFC やレアルサラゴサからも好条件のオファーが届いたが、2009年8月20日、1400万ユーロと言われる遺跡金でセビージャ FC と5年契約を結んだ。ただし、最初の2年間はレアルマドリードが買い戻せるという、 条項が設けられた。8月31日のバレンシア CF 戦で37分に途中出場してデビューし、バレンシア CF 戦の2週間後の CA オサスナ戦で初得点を決めた。10月14日、レアルマドリードのフロレンティーノ・ペレス会長がネグレドを買い戻す意向を示したが、ネグレド本人はセビージャ FC 残留を希望した。2009から10シーズンは、 ルイス・ファベアーノとフレデリック・カヌーテがレギュラーポジションを占め、ネグレドは不安定な立場が続いた。12試合連続して得点できないこともあったが、2010年5月2日のアトレティコ・マドリード戦でペナルティキックでの得点を含む2得点を決めて、不本意な記録を断ち切り、1週間後のラシン、サンタンデール戦でも2得点を決めた。最終的にはリーグ戦で11得点を挙げ、 3シーズン連続でプリメーラディビションでの得点数を2桁に乗せた。シーズン中に3度もの退場処分を受け、2から0で勝利したコパデルレー決勝のアトレティコ・マドリード戦には出場できなかった。2010から11シーズンは他のフォワード陣の調子が良くなかったこともあり、絶対的なレギュラーとして公式戦、通算27得点を挙げた。2011年3月には、 ルイス・ファビアーノが、サンパウロ FC に移籍し、ネグレドにかかる責任は一層大きくなった。コパデルレー準々決勝のビジャレアル CF 戦では、アウェーで貴重な2得点を挙げ、準決勝進出に大きく貢献した。ホームで2から6と大敗した、レアル・マドリード戦、アウェーでの c a オサスナ戦、アウェーでの RCD s スパニョール戦なども2010から11。 シーズンの活躍を語るのに欠かせない試合であった。マンチェスターシティ2013年7月17日、セビージャのホセマリアデルニド会長が、ネグレドのマンチェスターシティ FC 遺跡が詳細を詰めるのみであることを認めた。同日、セビージャは、ネグレドのマンチェスターシティ遺跡合意を発表。2012から13シーズンまで同僚だった、ヘッスナバスとはここでも同僚になる。 背番号は9番。2014年7月、プレシーズンのツアーを行っていたマンチェスターシティは、19日にスコットランドを訪れるハーツと対戦した。ネグレドはこの試合に先発出場し、前半のうちに負傷したものの、すぐにはベンチへ下がらず前半終了時までプレーした。ハーフタイムで交代するも、試合後の検査によって、右第5中足骨基部骨折していることが判明。 復帰に約4ヶ月を要すると診断された。これを受けたマンチェスターシティは、FFP の違反により、UEFA より課された CL 登録人数制限がある中、負傷で離脱中のネグレドを登録するのは特策で、ないと判断。また、シーズン後半は、セルフィオ・アグエロやエディン・ジェコの存在もあって徐々に、出場機会が減少し、フラストレーションを募らせたネグレドは、 リーガ復帰の希,希望が容認されたバレンシア CF2014 年9月2日、移籍史上最終日に、バレンシア CF は、ネグレド1年間のレンタル移籍で獲得したと発表した。また、シーズン終了後に完全移籍での買い取りが義務となる、オプション付きであることも合わせて発表された。ヌーのエスピーリトサント監督は、 ネグレドの獲得について衝撃的な補強になるとコメントし期待の大きさを伺わせた。背番号は7番となる。遺跡初年は負傷もあり5得点にとどまったがシーズン終了後にバレンシアに完全遺跡することが発表された。しかし2015から16シーズンに入るとヌーの監督をインタビューで批判したとされチームから半ば追放のような扱いを受けた。 12月にガリーネビルがバレンシアの新監督に就くとチームに戻されコパデルレイのグラナダ CF 戦でハットトリックを決めた。しかしこの年のバレンシアはシーズン中に二度監督が交代し順位表で若いに位置する不安定な戦いを見せ自身も5得点でシーズンを終えた。ミドルズブラ FC2016 年7月20日プレミアリーグへ昇格したミドルズブラ FC へ レンタルで加入した。ミドルズブラでは33試合の先発出場を含む36試合に出場し9得点を挙げた。2017年4月30日のマンチェスターシティ FC 戦ではフルスを相手にゴールを挙げた。ベシクタシュ JK2017 年8月3日、ベシクタシュ JK3 年契約で完全一席。アルナスル s c 年月日。 アルナスル SC へ2年契約で移籍した。カディス CF2020 年7月23日、カディス CF への加入が発表された。2007年には U-21 スペイン代表に選出された。ダビド・ビジャットダにグイサが負傷したため、2009年10月にスペインウェイ代表に初招集された。10月10日の2010ワットハイ欧州予選、アルメニア戦では、 後半の早い段階で、フェルナンド・トーレストの交代で出場して代表デビューし、無得点に終わったが惜しいミドルシュートを放った。10月14日の同予選、ボスニア・ヘルゼゴビナ戦では、敵地で代表初ゴールを含む2得点にアシストの大活躍で、チームの勝利に貢献した。2010年5月、2010 FIFA ワールドカップのスペイン代表候補30人に選出されたが、 本大会に出場する23人からは外れた。2012年、ユーロ2012のスペイン代表23名に選ばれ、6月27日、準決勝のポルトガル戦で先発出場した。ありがとうございます。